山下源太郎昭和6年2月18日は、明治、大正時代の日本海軍軍人、家族。異回、軍頭、高級、爵位は、海軍大将、正二位、訓位等、高三級、男爵。日露戦争時の軍令部作戦班長、連合艦隊司令長官、軍令部長などを歴任した。山形県米沢市出身。米沢藩馬館、 山下新右衛門の次男。反抗古城館。その後進の私立米沢中学校を経て、明治12年海軍兵学校に入校。明治15年、竜城に乗り込み遠洋航海に参加した。翌年海軍兵学校を4位の成績で卒業。同期に、主席の加藤貞吉大将、17位の縄又八郎、大将がいる。帰国後は、朝まで、砲術訓練を積み。 兵学校修学課程で学問を深め、明治19年の長浦水来英勤務から現場に出た。以後、明治22年まで、早くじら乗組み、不装分隊士、海門、あたご、高千穂で分隊長、公会長を歴任した。明治22年9月、兵学校の法日教官と生徒分隊長を兼任し、教育者としての第一歩を踏み出した。 二年ほど教育に勤しんだ後は、比叡法術長、海門分隊長、武蔵公会長、横須賀鎮守府防老監督官、今後、秋津島法術長と、水来以外の全分野の指揮を取った。明治29年4月より、初めて軍令部に関わり、防御計画と重宝を担当する第二局に属した。このため年末から二年間イギリスに渡り、 イギリス海軍の研究を進めた。帰国後、明治32年8月に、泉、笠木の副長を歴任したが、笠木副長時代の明治33年7月に、騎話団の乱鎮圧のため列強が中国に派兵をすることになり、笠木は増援部隊として陸戦隊を派遣することになった。ここで、山下は、天津駐在の海軍陸戦隊を統括する。 葬式官に任ぜられた。日露戦争外戦式当日の海軍首脳左4人目から、順に、伊集院五郎、上村彦野城、東郷平八郎、山本権兵衛、伊藤介行片岡七郎、出和祐斗、斉藤実の山下玄太郎、中列左6人目、加藤智三郎明治34年1月に帰国し、作戦を担当する、 軍令部第一局のメンバーに加えられた。山下は外務省や陸軍の対路総機会戦派の集まりである小月会の一員であった。明治36年9月26日に大佐へ昇進すると年末に作戦班長へ昇格した。この時すでに日露戦争に対する臨戦体制を整えつつあり、山下は 対路作戦立案の中心的役割を負うことになる。特に、五章出港後に、消息不明になったバルチック艦隊が、どのルートを通過して、日本海に侵入するか様々な憶測が飛び交った。際には、津島海峡通過の可能性を示唆し、津軽海峡に移動しようとする連合艦隊に事情を呼びかけている。結果的に、山下の読みは当たり、日本海海戦の干渉に貢献した。 戦後、明治39年2月から、岩手艦長、第一艦隊参謀長、佐世保鎮守府参謀長と現場の第一線で養殖を歴任。明治42年3月から7月まで武装研究を推進する、艦政本部第一部長を務めた後、役職を持たない、退名、給食の身になった。翌明治43年3月、 再び軍令部作戦班長に任じられた後、12月1日に海軍兵学校長に転じた。近現実直、かつ厳格な気質だったが、休日には生徒を校長官舎に招き、握り飯でもてなした。生徒たち24組の演壇を取り持った、名な高度でもある。大正3年3月に海軍軍令部次長に転じるまでの4年間、兵学校長を務め上げた。 生徒たちは大将までは昇進できなかったものの、太平洋戦争時は、中将、少将として指揮官を務めた。この間、大将元年12月に、山下は中将へ昇進した。しかし、私生活では不幸にも見舞われた。軍令部次長を経て大将4年8月に、佐世保鎮守府司令長官に転じたが、10歳の息子が、下校中、将校に視察される事件が起きた。 40過ぎにようやく授かった男子を奪われた山下は、視察現場の土地を購入し、慰霊碑婚立を願いしに寄贈した。失意の山下は1年半の任期を終えて、大正6年12月1日より第一艦隊司令長官に転じた。第一艦隊司令長官は2年間務め、2度に渡って編成された連合艦隊の司令長官も兼任している。大正7年7月2日、 山下は同期の加藤、縄と同時に大将へ昇進した。無事に第一艦隊長官を務め上げ、大将8年12月1日に軍事参議官へ退いた。山下はたびたび対面、休職を繰り返して、出世には無頓着で第一艦隊長官を最後に表舞台を去るかと思われたが、6年もの長きに、 渡って軍令部長を務めてきた島村駿大将が引退したため、大正9年12月1日、山下が後継の軍令部長に任じられた。山下は長らく軍令部や現場でアメリカを仮想敵とした作戦の研究を進めてきた。山下は軍令部長に就任するや、前言要撃作戦の具現化を推進した。しかし、山下の思惑に反して、海軍省、政府は、 ワシントン軍縮条約を批准し、88艦隊の撤回と軍縮の推進へと舵を切った。山下個人としては納得し難い決定ではあったが、政府の方針を遵守することを公約した。客人が廃棄予定艦は、米英の目につかない入江に隠して保有しておきましょうと、冗談半分に山下に告げると、海軍軍人たる者、 古速な真似は断じてできぬと一括したエピソードが広く知られている。条約反対派が結集する軍令部の中で山下は潜水艦、航空を含む事前策に着目させ艦隊決戦一本槍だった前言溶撃作戦を立体的に進化させることに成功した。大正14年4月に軍令部長を降り、再び軍事参議官に戻った。 平年まで現役に泊まり、昭和3年7月1日に、交尾役に編入された。長い現役生活に報いるべく、昭和天皇は山下に、男爵位を送り、花向けとした。引退から3年後、昭和6年2月18日に死去、正任を送られた。妻は、宮島誠一郎の三女徳子。宮島の弟の正森沢長政は、 山下の開閉入港時の保証人であり、また、宮島の長女は、上泉徳也に、四女は、山中柴吉に、五女は四平つい高助にそれぞれと次、彼ら三人は、山下の、愛婿である。山下は、山下智彦を養子としたが、この、智彦の十枚が、山本五十六夫人となる、三橋玲子である。玲子の父は、藍津藩氏、母は、 米沢藩士の娘であり、智彦の母と玲子の母が姉妹であった。山下智彦は、艦隊派の一人で2.26事件後に危険死され、予備役編入となるが、山本はこれを阻止しようと図っている。山本夫妻の中央度は4ヘッツイ高助夫妻であった。谷口康島路は、山下の女性である。ありがとうございます。